大谷の愛犬で恋おとりと呼ばれていた。ドジャースと10年7億ドル約1022億円入団発表時のレートのメガ契約を結んだ大谷翔平投手29が14日日本時間15日、本拠地のドジャースタジアムで入団会見を行った。会場には日米300人を超える報道陣が集まった中、ドジャーブルーのネクタイで壇上に上がった。会見の冒頭で背番号17のドジャースのユニフォームを身にまとい笑顔を見せた。会見中に MVP 受賞時に一緒にオンライン会見に登場した愛犬の名前を聞かれ、デコピンですと照れくさそうに紹介。こちらアメリカの方には発音が難しいのでビコイ、おとりと紹介していますと説明した。私のうちの犬もデコピンと騒ぎ出すバカが出る。デコイ、デコピン。意味が全く違っててくさ。元の名前がデコイだったのかデコピン。やっぱり質問されたワンワンについて。デコピンという名前に憧れるのをやめましょう。遠征中とか誰が世話しとるんやろ。釣り糸好感度上がる名前つけやがって。タッチの南の犬はパンチ。小一じゃなかったんか。どういうセンスしてんだよ。絶対デコピンじゃないだろう、適当に言っただろう。もともとデコイという名前だったけど、そこからデコピンという名前にという話では？多分そっちだと思う。犬屋がうちのワンちゃんは全部デコピンと名付けていますって売ったらバカ売れするんじゃね。初代デコピン、2代目デコピン、3代目デコピン。めっちゃいいもん食ってそう。